この点を忘れなければ会社おかしくなっていかないんですよ。従業員さんがみんなで頑張って稼ぎ出したお金をここで社長が非事業用資産を買って食いつぶしている。これほんと最悪ですね。こういったところにはもう1円も入らないぐらいの形にしていただく必要があるんですね。どうも、一ノ三章です。今日はですね、会社が倒産してしまう、もしくは倒産まではいかなくても会社がおかしくなってしまう原因について話をしていきたいなというふうに思います。実はですね、ほとんどの場合原因は同じです。今日はですね、じゃあ自分の会社がそうなってしまっていないかっていうのを見極め方についても話をしていきたいというふうに思いますので、ぜひね、最後まで見ていただければなというふうに思います。このチャンネルではですね、中小企業の経営に役立つ話、会社にどうやればお金を残すことができるのか、そんな話を日々配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をしていただければなというふうに思います。またですね、弊社では中小企業を一緒に支援したい、一緒に働きたいという仲間を募集しております。特に公認会計士だったり税理士だったり資格を持たれている方は大歓迎です。本質的なところで中小企業をサポートして世の中の役に立ちたいんだ、そんな思いを持たれている方はぜひね、ホームページの採用ページから応募していただけると嬉しいです。ということで本題に入っていくんですけど、まずね、結論からお伝えします。会社がおかしくなっていく原因は金の〇〇から始まるっていうことなんですけど、答えはですね、金の無駄遣いです。要は使い方を間違える、こういうところから始まっていきます。いや、金の無駄遣いってそんな当たり前すぎるだろうと思いますか？それはね、間違いではないんです。当たり前なんですけど、みんなね、実際無駄遣いしちゃうんです。しかも気づかないうちに、良かれと思ってやっちゃうんです。じゃあね、そうならないようにどうすればいいか、またすでにそうなっちゃってないか、これをね、確認する方法をお伝えしていきたいなと思います。それを把握するためにはですね、まずはね、企業経営ってそもそも何なのかっていうところを簡単にお話ししたいと思います、はい、企業経営って何なのかっていう話なんですけど、これ貸借対照 BS って貸借対照表を、ボックスで表したものなんですけど、これで企業経営って何なのかっていうのは説明できるんですけど、まずね、この貸借対照表の右と左ってそれぞれ意味があるっていう話よくしてるんですけど、右側はですね、会社のお金の調達方法ですね、例えば負債っていうのはね、借金であったり他人から調達してきたもので、純資産っていうのは自分で調達したお金ですね。例えば資本金、会社を設立した時に社長が入れた資本金ありますね。これが資本金、自分のお金として会社にあります、はい。会社がお金を調達してきた方法、調達方法を表しているのがこの右側、貸借対照表の右側。じゃあ左側は何かっていうと、その調達してきたお金をどんな形で運用しているか。で、例えばですね、会社を設立したばかりの状態の時はこんなイメージですね。お金調達してきて全部現金で持ってます、こんな状態になってます。で、この現預金をこのまま持ってても何も生み出さないので、何かしら物に変えたり経費使ったりして利益を生み出していくわけですね。いろいろ形が変わっていくわけです。いずれにしても調達してきたお金を運用して利益を生み出していくのが企業経営だっていうことですね。で、経営者はこれをやって利益を最大化していく、こういうことをやっていく必要があるわけです。この点を忘れなければ会社はおかしくなっていかないんですよ。調達してきたお金をね、運用を最適化して利益が最大化するように運用していくっていう、これを忘れなければ会社っておかしくならないんですけど、これを忘れちゃうんですね。つまりね、本当は何かね、例えば現金じゃなくて何か資産を購入するっていう場合でも、経費を使うっていう場合でも、それが将来の利益、キャッシュの獲得に貢献するのかどうか、これを常に意識しておけばですね、無駄な支出、無駄遣いなんてものは出てこないんだけど、会社を成長させていって売上が増えたりとか、借金の額が増えたりとか、入ってくるお金、取り扱うお金の金額が増えていくとですね、どんどん無駄が増えていくんですよ。で、稼ぐ効率がどんどん悪くなっていっちゃうんですね。そうすると規模だけはなんか大きくなってるんだけど、稼ぎ出してる利益は全然増えてないよねとか、逆に減っちゃってるよねっていうことが実際によく起こるんですよ。個人レベルでも考えていただくと分かるんですけど、個人レベルで生活水準って一度上げちゃうと落とすのって相当難しいんですよ。で、これ法人も同じでですね、一度固定費、経費を使うっていうのを増やしちゃうと減らすのって難しいんですね。だから無駄なものが最初から増えないように徹底的に見ていく必要があるんですね。じゃあ今から会社設立してやっていきますっていう人は、これをね、もう無駄がないように徹底的に、会社が大きくなろうがなんだろうがずっとやり続ければ大丈夫なんですけど、じゃあ今すでに経営してますっていう方、じゃあそういう状態、無駄なものがたくさんあるっていう状態になってないかっていうのを見極める方法をお伝えします。じゃあね、今度はそれどうやって見極めるかっていうと、まずね、ちょっと PL から見ていきたいなというふうに思います。損益計算書ですね、はい、まずね、 PL 損益計算書に出てくる勘定科目、資産表からですね、経費に関する科目を抜き出してきてですね、金額入れていっていただきたいんですね。で、例えばこれ人件費があって、その他いろいろあって、消耗品があって、交際費があって、雑費があってとかって、資産表にいろんな経費の勘定科目あると思うんですけど、その数字を抜き出してきてですね、それをこういった形で分類していただきたいんですね。例えばね、この
交際費、交際費って節約可能ですねとかっていう場合には交際費に、ね、節約可能のところに金額入れてと、あとね未来費を将来のために先行投資として使ってるお金なんです、戦略的に使ってるお金なんですとかですね、戦略経費、今のね利益を稼ぎ出すために戦略的に使ってるんです、まあ広告宣伝したとか戦略的に使ってますとか未来のために使ってますとかいろいろあると思うんですけど、あとは外部購入費、まあ仕入れであったり外注費、外部から購入しているものですというものですね、まあそういったものを分けていくんですね。そうするとでこれを縦に合計していくと、まあ、どれだけ節約可能なものを使ってるかとかっていうのが分かるわけですね。なのでこれを徹底的に減らすと、ね、未来費用とか戦略経費とかね、そういったね稼ぐために使ってるお金は減らすわけにはいかないですから、こういったところを見直していくわけですね。外部購入費用なんかもね、まあ、仕入れの単価下げられないかとか、外注出してるものがあるのであれば内製化することによって下げられないかとかね、そんなところを見ていく必要があるわけですね、まあ、こうやってどの勘定科目が何に分類されるかって、これ会社によって違いますので、そこはですね各々判断していただければと思うんですけど、こういった形で、まあ、一個一個細かく見ていって無駄をあぶり出していくっていうことをやっていただきたいんですね。で無駄なものは徹底的に削減していく、でかけるべきところは当然かけていくっていう、こういうメリハリを持ってやっていく必要があるかなと思います。これやった時になんか節約可能経費ばっかりじゃなんかめっちゃ減らせないとかってなったら、やっぱり無駄な支出が多いってことなので、まあ、それは当然減らしていく対象になってくるっていうことですね。でこの PL 損益計算書に出てくる経費はもちろんそうなんですけど、 BS も同じことをやっていただきたいんですね。貸借対収表も同じことをやってください。じゃあまた書いていきますね。はい、BS も同じようにこれ資産側だけでいいです。資産の勘定科目を縦に並べまして、でこれをまた同じように金額抜き出して分類していってほしいんですね。で分類の仕方は、まあ、事業用の資産なのか非事業用資産、まあ、事業に関係ないものなのか、まあ、未稼働資産、今もう動いてないものなのか、まあ、こういった形で分けていっていただきたいんですね。で帳簿上の金額をまず分けていきますと、まあ、当然売掛金は事業用資産だねとか、建物、まあ、これも事業用で使っているのか、それとも事業で使ってない建物なのか、まあ、これを金額分けていっていただきたいんですね。まあ、株なんかは事業用っていうのは基本的にないかなと思いますが、非事業用資産だよねとかっていうのをこうやって分けていくんですね。そうすると BS 側も何が必要なもので何が必要ないものなのかっていうのが明確になっていくと思います。こうすると一目瞭然ですよね。で、まあ、以前からねお伝えしている通りなんですけど、この BS 貸借対照表っていうのはなるべく小さいサイズの方がいいんです。スリムで効率よく稼げる状態というのが一番強い状態なんですね。この BS のサイズって大きくなれば大きくなるほどそれだけ大きなリスクを抱えていくっていうことなので、あんまここを肥大化させない方が強い会社になっていくんですね。でもちろんこの事業資産が増えていって、まあ、BS ね大きくなっていっているということであればまだいいですけど、こういうね非事業資産、事業に関係ないものとか稼働してないもの、こんなものが増えていってどん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 大きくなっていったらそれだけ、ね、どんどんリスクが大きくなっていっちゃうので、まあ、そうならないようにこういったところにはもう1円も入らないぐらいの形にしていただく必要があるんですね。そうすればですね、無駄なものを買ってはいけないんだという意識を持っていればですね、おかしな方向になかなかなっていかないと思うんですよ。なのでまずはね、これ一目瞭然になりますので、こういう分類をしていただきたいと、組み替えていっていただきたいんですね。でさらにここに時価っていう考え方もあるんですね。要は実体の価値ですね。帳簿上例えば100万で載ってても実際には1円の価値もないよねっていうものがあったりするので、例えば既存資産、売掛金とか棚卸資産っていうのが帳簿上ね載ってますと、でも実はこの売掛金も回収できないものですと、取引先と連絡も取れてないしどこ行っちゃったか分かりません、もう3年間も1円も回収できてませんっていうものは、もう3年回収できなかったら回収できないので、もうそれはもう実態としてないよねとかっていうものがずっと当初の金額のまま載ってたりするんですね。なので例えば売掛金のうち5000万円はもう回収不能ですっていう場合、実態としては5000万円減らさなきゃいけないよね、実態の価値としては5000万円減るよね、棚卸さんももう陳腐化しちゃってもう売れませんと、10年ぐらいずっとデッドストックとして置いてますと、もう型遅れで売れません、例えばねポケベルとか電話ボックスとかの在庫を未だに持ってますみたいな、もう売れないよねっていうもの、これも価値ゼロとして換算しなきゃいけないですね。電話ボックスの在庫1億円ありますって帳簿上載っててもそれもう売れなかったらゼロはゼロなので、むしろ処分するのにお金かかるよねっていう状態、はい、になってくるので、そういう時価に置き換えていくっていう作業も同時にこれやっていきます。じゃあね、帳簿上の価格と時価を比べて、例えばですね非事業資産で帳簿上1億円だけどここがもう実は0円ですってなったら、事業に関係ないものをたくさん購入して損したっていう形になるんですね。従業員さんがみんなで頑張って稼ぎ出したお金をここで社長が非事業用資産を買って食いつぶしている、これ本当最悪ですね。そんなことにならないように、お金を使う場面では本当にね、事業に必要なものなのかどうなのか、将来の利益キャッシュを
生み出すことにつながる資質なのか、まあ、そこを徹底的に、ね、お金を使う段階で考えてやっていただきたいな、まあ、そうなればそうそうおかしな方向に行かないと思いますので、あとねもう一点注意が必要なのが節税ですね、はい、税金を減らすためにお金使います。これは無駄でしかないので、利益キャッシュを生むために必要な資質なのか、そこを徹底的にやっていただきたいなというふうに思います。はい、ということで本日の内容は以上になります。このチャンネルではですね、日々中小企業の経営に役立つ話配信しておりますので、ちょっとでも興味がある方はですねチャンネル登録をしていただきたいのと、 YouTube ではお伝えきれないお得な情報、経営者の役に立つ情報をですね LINE 登録者限定で今ならですね3本無料の動画にしてプレゼントをしておりますので、ぜひね公式 LINE の方も動画概要欄の方からですね登録しておいていただければなというふうに思います。ということで本日は以上になります。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が少しでもいいねと思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また動画概要欄から LINE アットの登録もよろしくお願いします。では次回の動画お楽しみに。